おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日は1月の30日日曜日です。お題はこちら。ソックス指数暴落年初で20%以上今年は半導体厳しいのかということで話をさせてください。ソックス指数の下落かなり際立ってると思うんですが、半導体銘柄が今年厳しいのかどうかについてちょっといろいろね、探っていきたいなというふうに思っております。で、今日相場が動いてませんから、週足チャート。最後のテクニカル分析も週足チャートプラス RSI、一問均衡表、で見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルでは こういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、チャート分析、必ず毎朝7時目標7時半までに動画で投稿していきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速今日は週足チャートを使って振り返りをしておきましょう。先週末日になっております。日経平均株価1週間経ちまして、2.92%のマイナス陰線。そして全ての移動平均線の下。全ての移動平均線が下向きにいて2万7000の節目を割り込んでいるダブルトップ形成中みたいな。まあ非常にネガティブな状態であるというのはね、最近お伝えしている 内容でございます。 コロナの新規感染者数確認しておきましょう。おととい8万1800人、えー、昨日が8万4900人ということで、また増加しております。トピックス見ていきましょう。先週末比3.27%のマイナスです、えー。13週26週のデッドクロスが大きい、52週は若干上向きではありますが、すべての予約数の下向きにいるということで、日経平均とほぼ変わらぬといった感じでございます。えー、1週間経ちましで、こんな感じで業種別でね、動いております。で、下落の方を見ていただくと、サービス、電気機器、精密機器、情報通信みたいな感 感じで、まあ、とにかくグロースが叩き売られたような、そんな一週間だったな、なんていう、そんな印象を受けております。そして、マザーズの下落がまだ全然止まってないんですよね。一週間経ちまして、先週末比10.05%ですから、もういつになったらマザーズの春はやってくるんだろうっていうね、えー、そんなのは誰もが思ってることではないでしょうか。ニューヨークダウン見ていきましょう。一週間経ちまして、1.34%。なんとかね、上下に大きく触れましたが、プラスで終えている。52周戦を割り込む瞬間もありましたが、52周戦の上で終わっております。サンドピンもほぼ同じ。 0.77%のプラスで52周線の上でございます。ナスタックもプラスなんですが、残念ながらこっちは52周線の下ですね。しかも上昇率も非常に低いですね。0.01%。位置関係とかもですね、この3指数でやはりナスタックの下落が目立つかなと思います。そしてアメリカでもやっぱり小型株のね位置が一応一番悪いといった感じでしょうか。すべての移動平均線の下、移動平均線はすべて若干下向きにいるということですね。一時安値を割り込むということですから、小型株の下落には注意をしてみておいてください。 週間のヒートマップ見ていただくとマイクロソフトやアップルなんかがねかなり上がっているそして金融関連なんかも上がっていることがわかるかと思います、まあ、アップルのね高決算が金曜日に発表されましてこれはいい内容でしたね一方でテスラの下落であるとかあとは半導体関連この辺の下落が目立つかなというところです為替コモディティ確定値だけ確認をしておきましょう 日経先物がマイナスの27円ということで、ほぼ横ばいけ、ただ2万7000割り込んでますから、いずれ警戒水準であるというふうに言えると思います。ドル円が少し復調してきました。115円台ということです。原油もまだ警戒感ですかね。金はまた下がってきちゃったんですね。ビックスは少し落ち着きました、えー。長期金利の上昇も少し一服しております。小型株ソックス、金曜日は戻してますので、戻すことを期待したいところではありますが、どうでしょうか。暗号資産もね、えー、今日は今朝も動いてますから、確認をしておくと、まあ、小幅に上がってるといった感じですか、ね ね では今日の内容を見ていきましょう。ソックス指数の下落が止まらないが、半導体銘柄今年は厳しいのかということです。まずはソックス指数の週足チャートをご覧ください。年初から異様に下がっておりまして、すべての移動平均線の下、52週の下、え今週もですね、マイナス3.83%下がっているということで、まあ先ほどの3指数と比較しても大きな下落率であるということがわかるかと思います。年初から見ますと22.63%、高値から安値まで取ってみると大きな下落になってまして、これはナスダックよりも大き 大きな下落率になっておりますちなみにソックス指数っていうのはアメリカの主要な半導体銘柄30銘柄で構成されて時価総額の加重平均ですよっていうのを覚えておいてください世界の主要の半導体銘柄はこんな感じです TSMC とかね、NVIDIA とかインテルとかアメリカだと代表的なところがこんなところで入っておりますそれらを別々に年初来からこう並べてみますと一応ね主要8銘柄ぐらいバット選んでみたんですけども全部マイナスなんですねで一番下落が激しいのが NVIDIA アアプライドマテリアとか,なんかまあ,色々ありまして下落ががきついのがこんな感じどんな傾向があるかなと。おそらく FRB が利上げをするぞと引き締めをするぞということで高い PR が叩き売られてるんだろうと。NVIDIA が叩き売られてるのは間違いなくそうだと思うんですが、まあ、他の銘柄はそんなでもないかなと。実際の PR20 倍とか30倍とかですからね。えー、ですし、下げが緩いのも20倍とか30倍とか、まあ、中にはインテルとかね。インテルは10倍ぐらい。ちょっと業績の伸びが、ね、あんまり強くないですから、えー、PR が安いのもありますけども。 ちょっとまだ傾向がつかめきれてないかなと。 やっぱりより高いものが売られるんだなっていうぐらいはあるかなと思いますしね。であとは FOMC のその利上げとか引き締めのところで行くと、前回の利上げ期間って2015年の12月から2018年の12月なんですけども、ソックス指数ってかなり大きく上昇していたんですよね。アメリカの株も堅調でした。なんで、まあ利上げがそんなに悪いかって言ったらね、まあそんなでもないのかなと、影響力は限定的なのかなというふうにも感じなくはないかなと思った限りです。で、そこで浮かび上がってくるのはそろそろこのサイク のね。周期的にちょっと下向きに変わってきてるんじゃないかっていうのは言えるかなと思います。シリコンサイクルっていうのが半導体業界の、まあ、特有の構造的な景気循環のことで約4年周期であるということですね。まあ、一応こうなんかね。半導体の足りない状態とか、あとは供給が需要に追いつかないとか、えー、そういうことになってくると、一斉に設備投資を行うけども、設備投資から軌道に乗る。生産が軌道に乗るまでにちょっと時間がかかるから、その辺で大量に製品が供給された時に一気に値崩れが起きるみたいなまあ。これが実際。起き始め 始めててるんじゃないかってことですね半導体不足、半導体不足って言われてますし、今も半導体不足って言われてるんですけども、一斉に供給がされて一気に値、ね、崩れ起き始めてる、起きるんじゃないかみたいな、そんな懸念があるのかなというのと、あとアメリカの利上げとか、ね、もうあと上がりすぎたっていうのもね、まあそういったものがいろいろ重なってるのかもしれないな、なんていうふうに仮説を立てました。こちら、週足チャート、すごく長いチャートで見て、で、おそらく4年周期ですから、まあ1年ぐらいの移動平均線、52週移動平均線がね、これ52週移動平均線、黄色い線なんですけども、 まあこれが上向き下向きになっていたっていうのをねサイクルとして見てみるならばまあ4年5年3年3年2年ぐらいな感じで結構価格的な周期もねまあ平均4年ぐらいで繰り返してるのかなというふうに思いますでこれが大体2019年から20年ぐらいまでですからまあそこから2年3年ぐらい経ったっていうんであれば1サイクルの半分ぐらいは経過したっていう仮説はねまあながち期間的には当てはまるだろうということでございますでまあいくつか主要な時価総額が大きいつまりソックス指数に非常に 影響力を持っってている銘柄って何かなとアメリカの今の時価総額で見て TSMC、NVIDIA、ブロードコム、インテル、アプライドマテリアルズこれはちょっとね97位ですけども、まあ、やっぱり半導体 え、製造装置の主力銘柄ということで、この辺も見ておきたいと思うんですが、それぞれのキャッシュフローをちょっとチェックしてみると、やっぱりこの投資キャッシュフローというのが設備投資の金額ですけどね、え、TSMC 非常に大きいですし、やっぱ NVIDIA がね、とにかく大きいんですよね。投資キャッシュフロー大きい。稼いだ、営業で稼いだキャッシュフローよりも投資キャッシュフローが大きく、フリーキャッシュフローがマイナスになるぐらいまで設備投資を行ってますから、これは結構大きいだろうなというふうに思います。で、ブロードコムそんなでもないですけども、Intel もやっぱすごく大きいですよね。あとは、アプライドマテリアズもまあ、 そこそこ大きいかなというところなので、まあ、設備投資をすごく強めていて、さっきのシリコンサイクルっていうのもね、まあ、懸念は高まっているんだろうな、なんていうふうには感じております。で、加えてこれ月足チャートですけども、ブワーっとね、ここまでものすごい勢いで上がってきましたから、まあ、それはその反動もあるよな、っていうところだと思うんですね。なんで、まあ、それなりの下落はやっぱり覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと思いました。で、そこに対してこれは月足チャート、ソックス指数計算できるすべての、えー、チャートを出していて、で、月足チャートで、 まあ4年サイクルですから、例えば3年36ヶ月ぐらいの移動平均線当てはめてみると、これが一番しっくりきたかなと。えー、この辺からの上昇ではサポート、サポート、サポート、サポートみたいなね、一時ちょっと割れてますけどね、これコロナショックですけど、まあでもやっぱり一番しっくりくるなと思いまして、最悪この辺まで下がる可能性はある。でもここまで下がってきたら、やっぱりさすがに買い時だよねっていう、ちょっと頭の中にね、36ヶ月移動平均線っていうのは、まあ入れといてもいいのかなと思います。ただし、もう一つだけ押さえておきたいのは、周期はね、徐々に短くなってますから、 もしかしたらこんなに落ちななないいかかもしれないですよねかなりの暴落ですからね。なんですけども、まあ、ここまで20%も下がってきましたし、周期的には当てはまるってことを考えると、あとは高すぎる山はね、この調整の幅も大きくなりやすいですから、まあ、そういったところもちょっと頭に入れておいてくださいという内容です。では、2の動画のまとめです。ソックス指数年少で20%を超える下落と、週足すべての移動平均線を割り込み、ちょっと厳しいんじゃないかなって、チャート的にはも,うもちろん言えると思います。で、利上げ懸念もあるし、まあ、でも限定的 前回のだけで見ると限定的かなとで。シリコンサイクルと重なる可能性もあるので、ここはやっぱり注意が必要かな というふうに思います。ただ、あと周期的に可能性はあるかと言ったら、まあ、ありそうだな、ということです。でも、まあ、期間としては短縮傾向がありますから、一応ね、終了と節目として36ヶ月移動平均線出しましたけども、もうちょっと短いかなと。で、実際に NVIDIA なんかかなり設備投資強化してますから、あれちょっと過去の数字なんでね、もうちょっと最新の数字を追わなければいけないんですけども、まあ、そういったところはあるな、というところは押さえておいてください。で、やっぱり、まあ、日足、週足ベースぐらいで、大底のサインをね、しっかりと確認するまでは、 半導体だからといって、今買って短期的な利益を得るというのもね、ちょっと厳しい状況なのかなというふうに思います。で、これは日本の半導体銘柄にもほぼ同じことが言えると思いますので、注意して見ておいてください。 はい。では、週足の一目均衡表プラス RSI を使って見ていきましょう。はい。まずは日経平均株価です。日経平均株価ですけども、今ね、週足の一目均衡表の雲の下に行くか行かないかっていうギリギリのとこですね。木曜日は行ってたんですけど、金曜日の終わりにでは戻しているということですから、雲の中をひとまず維持できるか注目をしてみてください。トピックス見ていきましょう。トピックスは雲の中なんですね。ひとまず雲の上まで抜けてくれば最高ですけども、まあ、雲の中、せめて維持できるかっていうところですかね。マザーズ見ていきましょうか。マザーズがですね、こんな感じですね。 週足ではちょっと見ようがないっていう感じですかね。雲のネジでも終わった後ですし。であとは RSI が今30を割れてますから、逆に30を超えてくるタイミングっていうのは短期的に買いのサインということになると思います。週足ベースでの30割れって本当にコロナショック以来ですから、もしかしたらね、コロナショック以来の買い場が来るかもしれないぐらいはね、押、え、さ、ー、えておいてもいいのかもしれません。ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウンはなんとか雲が支えてくれてる感じですかね。地高スパンじゃ買われちゃってますけども、まあ、でも雲がね、このサポート機能が効くかどうか、加えて RSI が50を超えてくるかど とかこの辺に注目をしてみてください S&P もほぼ同じ状態にいますね地高スパンが割れるか割れないかギリギリですけどもとりあえず雲が支えてくれればねなん、まあ、とか耐えてくれるかなというところではありますただナスダックがね雲の中にいるんですねこれが雲の上まで抜けてくるとまた状況が変わってくるかなと思いますラッセル2000ラッセル2000は雲割れですね注意点は雲割れここは割れてしまうとちょっと見通しが暗くなるなというところで押さえといていただければなという風うに思いますはいでは今日の動画のまとめです改めて ちょっと先ほどの話だけ振り返りをさせていただきたいんですがソックス指数がちょっとサイクルと利上げと、まあ、周期的といろいろ重なってあと実際に設備投資も強化している NVIDIA なんかすごく強化しているということで少しサイクルで長期的に調整が入る可能性があるんじゃないかという話をさせていただきました実際に大きく下がっているわけですので大底サインまで確認まではね要警戒ですし日本のね今主力の半導体銘柄っていうのもすごく強いあとは半導体銘柄って半導体装置ですからね 日本の半導体メーカーってすごい少ないんですよね。海外の半導体メーカーに装置を提供している会社ですから、やっぱりすごく影響を受けると思いますので、そこは注意をしてみておいてください。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄男ともむすきするマガジン配信中でございます。1月の28日分、最新記事は M3、日本のね、オンライン医療のもう本当にパイオニアといいますか、もう主力銘柄ですよね。まあ、でもずっと株価が下がってきているので、この株価がどこまで下がるのか、あとは業績の基盤はとってもしっかりしているので、そこを確認した上で、どの この辺になったら割安になるのかえ、この辺を確認していただきたいなと思って作った記事になっております。初月は無料になっておりますので、QR コードや概要欄のリンクからぜひチェックをしてみてください。あとは Amazon Audible おすすめということで、QR コードや概要欄にリンクを。そして Twitter や v i c e a やっておりますので、よかったらこちらの方も合わせてチェックをしてみてください。よろしくお願いいたします。では今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン。また明日以降もね、7時目標で動画を作っていきますので、明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。